はい、こんにちは。なすばらしです今回はこれからギターを始める人のギター講座ということで、えー、初めてのギター選び1万円コース編というテーマで喋ってみたいと思います、えーとまあ、これからギターを始めたいということでマイファーストギターですね、えー、これからギターをよし買うぞっていう人が、えー、参考になる動画になると思いますで1万円コースということなんですけれどもまあ最初 本当に何も知らない状態でギターを買いたいなっていう時にまずですね1万円ぐらいあればいいんじゃないかって思う人が多いと思うので、まあ、それに沿って、えー、いろいろ、まあ、こうしたらいいんじゃないかっていうポイントを喋っていきたいと思います。でえー、選択肢 大きく選択肢が2つに分かれると思うんですよ。で新品なのか中古なのかっていうこの2つですね。この大きいいつがあ,あると思いますでまあどちらでもまあ、1万円であれば問題はないかとは思うんですよ。割とこう、まあ、最近はあの 初心者セットっていって、えー、と1万円で売ってるやつもあるし新品でですよ。でまあリサイクルショップだったりヤフーオークションだったりで中古で、えー、いろいろ探すっていう方法もありますしなので、えー、いろいろ 今は選択肢が多いのでどれ選んでも特に問題はないかなと思うんですよ。でまあそれぞれにここをこういうふうにしたらより良いギターが買えるというところでのアドバイスをしてみたいかなと思います。で新品を買う場合は楽器屋さんに行くか通販かっていう選択肢があると思います。 でまあ、楽器屋さんに行けるならあ周りに楽器屋さんがあるのであればまあ、そこに行って見えーみえー 自分の欲しいギターを直接見て、えー、触って選べられるのでまあそれに越したことはないんですけれども、えー、必ずしもそういう人が多いわけではないので、えー、通販という選択肢ももちろんありますで僕も結構あのー、通販を通して通販っていうのはまあヤフーオークションも通販のうちに入るかなと思うんですけれどもそういうふうにネットを通して、えー、ギターを買うこともよくあります、えー、他の人よりも多いかもしれない、えー、なので、えー そんなにこう通販だからこう悪いものが届くんじゃないかっていうのは今はねないと思いますよなのであんまりこうそこは心配しなくてもいいかなと思いますでまあ新品で楽器屋さんに行って買うでもいいしまあそうやって通販で買うでもいいで新品で買う時の、まあ、注意というかあなんですけれどもうーんと新品で買うんだからまああの ギターの状態はもちろんいいはずなんですけれども特に通販の場合はですねあのギターが届いた状態で、えー、っとギターが弾きやすいっていうことがうん少ないと思われます少ない方が多いですで、えー、ギターっていうのはあこういうふうな形をしていますけれどもまあ新品に限らず中古もそうなんですけれどもここの現 とここのまっすぐな横ネックと言いますけれどもこれの隙間が結構広がってるものが多いんですよ新品の状態でもねでそういうふうに広がってると,うんと弦を押さえる時に指が痛かったりなかなか弦が押さえられにくい状態で売ってるものがほとんどですなので、えー、まあ それはもうしょうがないので、もし楽器屋さんで買うのであればこのギターの原稿をちょっと調整弾きやすく調整してほしいんですけどできますかっていうようなあことをちょっと頼んでみたり、まあ、その場合はですね、えー 大体こうその分の追加料金とか取られちゃうかもしれないので予算オーバーになってしまうかもしれないんですけどもまあそれはまあ最初なのでしょうがないかもしれないしもし出せないのであればそのまま買ってきてもいいしで通販だとまあそういうことも言えないので、えー、そこに関してもここの、えー この白い部分をサドルというんですけれどもそこをヤスリで削って高さを調整することができますので,で僕の動画でそういう原稿調整と言いますけれどもそういうやり方を紹介している動画もあるので、まあ、新品で買ってもそういう原稿調整してあげるとうーんと弾きやすいギターになるかなと思います。うんまあ、それをやらなくても うんとにかく、まあ、ギターを買って、えー、とりあえずチューニングして練習始めればあ最初はあの弾きやすいとか弾きにくいとかそんなにそんなにこう例えば弾きやすいギターを手にしたとしても指が痛いとか、うん、それはもうギターを弾きやすい弾きにくいうんぬにかかわらず起こってくることなので。 あんまり最初から引きやすさ、現行調整しなきゃいけないっていう風に考える必要もないかなと思います。まあこういう風に言っててそういう風な紹介の仕方はどうなんだと思うんですけれども、まああのそういうことがあるんだなっていうのを頭のどっかに入れとくと。 うん、まあ最初は買ってそのままの状態で使ってもらっても全然構わないしでギターっていうものにちょっと慣れてきたら「あそういえばあの人現行調整」とか言ってみたっけなもしかしてこのギターはもっと弾きやすくなるのかなっていう時にちょっと思い出してやってみるといいかもしれません。えー、新品の場合はそんな感じで、えー、じゃ次中古を買う場合、えー、中古を買う場合はあリサイクルショップ まあ楽器屋さんでも中古を売ってる場合もあるし、まあ、そういうのを見たりあとはヤフー、まあ ah、オークションとかのネットを通して通,じ通して、えー、中古を手に入れるという場合もあります。で、えー、リサイクルショップで買う場合なんですけれどもうんとですね割とこう相場が結構決まってて、えー、昔、えー、そうですね 30年ぐらいのヤマハだったりモーリスだったり国産のギターでも、えー、新品の状態で2万円とかそういうギターでも割と1万円で売られていたりとか30年も経ってんのになんでこんな安いギターがこんなに1万円とかするんだろう2万円のギターが30年経って1万円ってさそれってさまあいいんだけどなんか。 いいいいまち納得いかないんです、ね、5,000ぐらい減らすの3,000ぐらいでも売っていいんじゃないかなって思うんですけどまあリサイクルショップの場合はまあ相場っていうものがあるのでなかなかそういうところでの値が下がらないのでえー、っと逆にですよリサイクルショップの相場はそうやって決まってるとしてそれより低い例えば5,000円とか。 リサイクルショップで3,000円とか売ってるギターって大体ですねどっかのパーツが取れてたりなくなってたりサビがすごかったりとかいう場合がほとんどなのでリサイクルショップであんままり安く売ってるギターは選ばなないいいい方がいいかなと思いますで。当たり前に売ってるギターでもうーんあんまり状態が良くない。 もものもあったりとかしてそういう時に状態を見るっていうことをしてほしいんですけれどもどういうふうにしてみればいいかと言いますとまず、まあ、さっきも言ったように、えー、全てのパーツがちゃんとこう全部揃ってるっていうのが大前提だとしてその他に、えー、アコギであればここのトップ板ここの板がこう,うねっね。 出るだとか、えー、ここだけ妙に膨らんでるだとか、そういうのって、えー、後から調整は効かないので、えー、あんまりこううねってたり、えー、膨らんでたりするようなギターは選ばない方がいいです。えー、後から、えー、そういうギターって弾きにくくなってるんですよ。うんそういうギターがほとんどなのでね。えー、なるべくここがこうマッらーナな、あんまりこう神経質になる必要もないですけど。 多少は膨らんんでるんだけれども、どんなギターでもねだけどあんまりこうぐにゃっとなってるような見た目で済むあこれなんかうねってるなっていうのが分かるようなギターは選ばない方がいいですあとうんまあそうですね、えー、そんな感じで、まあ、リサイクルショップで現物,現物を見れるならそれでもいいしでヤフーオークションっていう,う選択肢もありますでえー 僕もヤフオクでよくギター買いますけれども狙い目なのが、えー、っと初心者セットでなんか雑誌の通販で安く買いました1万円ぐらいで買いましただけどもギターをすぐ諦めましたそういう人があ結構し割と新品の状態で、えー ソフトケース付きで売られてたりりすする場合がありますそういうのが結構掘り出し物でそういうのをまあ送料込みで5000円以内で手に入れられたら、えー、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、あの1万円コースと言いましたけれどもヤフーオークションの場合はリサイクルショップの割と1万円ぐらいの相場が決まってるそれよりも安い値段で買えるのでおすすめです。ただまあやっぱり 本当に状態が悪いのが1円スタートで売られてたりとか、まあそういうのはあまり食いつかない方がいいかな。まあ、1000円スタートぐらいで初心者セットを いろいろついててソフトケースもついててあなんか見た目きれいそうだなっていうのを選んどけば、うん、まあ大体失敗はないかなと思いますさっきも言ったように初心者で買ったはいいが諦めて売,り売るっていう人が意外といるので、えー、そういうのを狙うのがーオークションの場合はおすすめかなと思いますなのでほらうーんとまあヤフオクって中古が前提、まあ、新品もあるから、ね。 中古でが前提じゃないですか。でも <laughs> そういうギターはほとんど新古品っていう状態で売られているので、そういうのを見つけて買うとおすすめです。リサイクまあさっきも言うようにリサイクルショップの相場よりも安く手に入り。 ことが多いので、えー、そこも、えー、選択肢の一つに入れてみるといいんじゃないかなと思います、えー、このやエレキギターはもうフォトジェニック安いギターですけれども、えー、送料込みで1あいや。いや えー、5, 円ぐらいで手に入れてます、えー、こっちのハニービーも同じような感じですねソフトケース付きで5000円でこちらもヤフオクで手に入れてますから、えー、っと,とにかくギターを始めたいという人は、えー、結構いい選択肢になるんじゃないかなと思いますうんやっぱり、えー、状態をし中古の場合は状態をしっかり把握する、えー、汚いものはあまり選ばない、えー、パーツが取れてるものは選ばない後からパーツを取るこ、えー、何だろう あとからパーツを買ってつけることもできるんだけどもその分手間だし買ってそのままの状態で届いてすぐギターが弾けるわけじゃないからちょっと上級者向けというか僕みたいにいつもパーツが余ってるとかそういう人じゃないとなかなか手を出すのが難しいと思うのでそこをまずチェックした上で中古を買うといいんじゃないかなと思います。 えー、こんな感じで新品であれ中古であれ、えーとまあ、ポイントさえつかめばそんなにこう失敗はないんじゃないかなと思います。えーまあ、新品で買えるならそのギターがマイファーストギターですし。 でえー、まあ買ったはいいけども練習を始めるのは、えー、なかなか最初はうまくいきませんなぜかというと、えー、チューニングというギターのすごく、えー、なんだろうな高いハードルがあるんですよ、えー。これに関しては僕の違う動画でいろいろ チューニングこんな風にするととうまくいくいよとかどうしてもチューニングができない人こんな風にすればいいんじゃないかなっていう動画もありますのでそちらの方をチェックして。 やっぱり通販で買ったりすると周りにギターを教えてくれる人もいないということでこのチューニングというのがですねすごく高いハードルなんですけれども,もう僕の動画でいろいろ紹介していますのでこれを見たあとはそちらの方の動画を参考にしてしっかりチューニングしてギターの練習を始めてほしいなと思います。1万円ででちゃんととギターとしてのの機能は果たすので そこは心配しないいでください僕も安いギターいっぱい持ってますので、えー、この動画を参考に素敵なギターをギターライフを始めてみてください、えー、今回はこんな感じです最後まで見てくれてありがとうございました、えー、この動画を気に入った方はぜひチャンネル登録してほしいなと思います、えー、毎週金曜日の夜に更新していますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますではさようなら